はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。いや、昨日なんですけれども、ちょっとですね、あの、実家の方に久々に帰っておりまして、え、おかんと、あと弟の方にですね、え、誕生日プレゼントと、あとはまあ、クリスマスプレゼント、え、お年玉をですね、こう、渡しに行ったりとか、一緒にショッピングなどをですね、しに行ったりなどしていた関係で、ちょっとですね、帰りがかなり遅くなっちゃいまして、え、動画の更新をすることができませんでした。なんで、え、ちょっとですね、待っていてくださった方とかもいたのかなと思いまして、え、そちらの方だけですね、申し訳ございませんでした。今回 なんですけれども、まあ昨日のですね、まあ、ニュースとかをですね、まためちゃくちゃ話してもですね、なんか微妙かなと思うんですけれども、ただちょっとその中で、結構重要度高いというか、これからですね、かなり、まあその重要性というかですね、その注目を集めるような内容というか、で、結構ですね、他のです、ね、今、この大統領選とかをですね、発信している方があまり取り上げられていなかったというところでですね、ちょっとその辺の話をですね、していきたいなと思っております。で、これに関してはですね、ちょっとよく言う陰謀論 業界的なですすね部分の話とかも入ってきますがただそれがですねかなり現実味をですね本当に帯びてきたっていうところのですね、えー、話とあとはその内容のですね補足説明じゃないですけどねそれ自体を知らない方とかも結構いたりとかすると思うのでそちらの話をですねちょっとしていきたいと思いますでそれがですね今ですねタイガー大統領陣営のですねあの弁護団の一人であるあのリンさんがですね、まあ、もう大暴れしてるというかツイッターをですね見てる方は分かると思うんですけれども,もうバンバン バババンバンバンそのなんて言ううですかねこうめちゃめちゃ重要度の高いようなですねことをもう連続ツイートしまくってるというような感じなわけですよね。で、まあ、その中でですね、まあ、その裏切り者疑惑というかですねそういったものもですねそのリンさんがどん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 ん告げていったりとかしているっていうところから、まあ、それがフェイクなのかそのなんて言うんですかね敵をか乱するためなのかは分かんないんですけれども今回話す内容はですね、まあ、そのフェイクではないんじゃないかなと思うというか結構ですねそのまあ 過去にあったことを明確に掘り下げてきているというかですねまあ、何かのヒントを与えようとしている感というのがですね何か情報だったりとかそういったものを与えようとしている感というのがすごくあったのでそちらのですね内容の話などをですねちょっとしていきたいと思いますで今ですねこの大統領選挙ではですねまあ、本当にまあワニというかですね沼の線を抜くと水を抜き切るっていう話をしている中で本当にまあ至るところからですねまあ、民主党しかり共和党内部にしかりですねいろんなこう敵 そういった裏切り者がどんどん出てきてるわけなんですけれどもまあその中でですねデンさんがよくつついているのが憲法最高裁判所のですねロバーツその最高判事を、えー、よくつついてると思うんですよ。 まあこのですね、ロバーツ判事がですね、もういろんな疑惑があったりとか、まあ今回その最高裁のですね、判事を怒鳴り散らしたっていう話がですね、ちょっとえ有名だったりとかすると思うんですけれども、まあこの方がですね、まあ例の、あの、ランピー島とか言われてたりとか、まあ小児世愛の島とかで言われている、まあそのエプスタイン島っていうね、疑惑付きの島の方に出入りしていたと。 いうようよなえ内容だったりとかあとかあは写真も,、ね、もう出回っていたりとかするので、もうこれはもう完全な事実だというような感じで発信されていると思うんですけれども、その追、まあ、いツイートじゃないですけどね、そこに対してですね、結構こうつくようなツイートをガンガンやってたりとかするっていうところで、このロバーツ判事がですね、まあいろいろその裏側で、まあロリコンなんでしょうね。まあこの人はですね、そういった、まあ、子供に対して、まあ、虐待だったりとかね、部分に関して、裏側からね、脅迫されていたりとかして、まあ何もね、できないんじゃないかというような感じだったり とかまあ、それで加担してるんじゃないかと、まあ、要するに首根っこをつかまれているような感じなんじゃないかというようなですね話をしてたりとかするんですけれども、まあ、その脅迫に関与しているそのメンバーっていうのが結構やばいみたいな結構銃の組織が関与してるっていう話をしてたりとかするんですけれどもそのですねロバーツ判事が脅迫されているとされているその裏側組織をですね、まあ、なんですかハッキングした組織がいましてそれがリザードスクワットと言われてるらしいんですけども まあこのリザードスクワットって何かって言ったら、まあ直訳するとトカゲの なんかトカゲ舞台っていう感じですよね。このリザードスクワットとして知られるそのグループによってそのハッキングされた情報があるという話があってですね。まあそこからですね、もうこのリンさんはその鍵を持ってるんだと。この鍵をですね、ビデオファイルの鍵などをもうこリンさんは持ってるんだという話をしています。で、このですね、まあそのエプスタインに関するような話だったりとか、まあそこにはですね、多くのハリウッド俳優だったりとか、あとはまあ、正解の重鎮だったりとかですね、王族です えそういったもう何ていうんですかねまあよく言う上級国民じゃないですけどもうトップ層と言われるような方々あのマーク・ザッカーバーグとかもどこだったかなフェイスブックだかどっかのですね、まあ、ツイートみたいなやつにですねこうまあそこに行ったそこで行われていることはねちょっと見てるのは苦しいけども人生で最大に楽しいことだったみたいなですねそういったことを書いていたりとかするっていうですね、まあ、本当に、まあ、いろんなですね考えられないようなあくどいこと、えー、残酷なことがですね平気でこう繰り広げられてたしまって。 その中に、まあ、そのトム・ハンクスさんとかもです、ね、行ったりとか、まあ、今の,です、ね、あのオビマ夫妻だったりとか、えー、JB 夫妻、ブッシュ夫妻だったりとか、えー、他にもです、ね、クリキントン夫妻とかもそうですけどいろんなです、ね、そういった重心どももです、ね、ど,んど,んどんどん行ってたりとかして、えー、そういったです、ね、リストがあるわけですよね。でその中でこのリンさんのです、ね、ツイートの中でちょっとです、ね、興味深かったのが ま、その、ロバーツ判事がそこに行って、その、ま、子供へのですね、いかがわしい行為だったりとかね、そういったことだったりとかをしていた、そういった、ま、ビデオテープだったりとかね、そういったものあるんだと、いうような、その、そしてその鍵を俺は持ってるんだと、いうようなことをですね、まあ、ツイートしてるわけなんですけれども、まあ、こういったツイートしてたらね、今までだったら普通消されてたんですよ。で、このね、リンさんのですね、あの、ツイートの中にも出てくるんですが、 この、さっき言ったリザードスクワットが、えー、徴収したですね、こう入手した、えー、情報っていうのがですね、そのハリウッドスターで元々いたですね、そのアイザック・カッピーさんっていう方がいたんですけれども、この人はね、あのマイティー・ソーとかにも出てるような俳優さんだったんですけれども、一応もう、えー、亡くなられてしまったような感じなんですね。で、この人がその亡くなる前、何をしていたかっていう部分なんですけれども、そのハリウッドだったりとかそういったところではびこっている、その小児性愛っていうものですね、まあ要はペドフェリアと言われるものです。はい、そういったものがいかにその、 充満しているのかそれがいかにその文化として根付いてしまっているのか要はこれが表になぜ出ないのかみたいな部分をですねずっとそのインスタライブとかで発信をしてたんですよねその中でそのトム・ハンクスが中枢にいて、まあ、元締めじゃないですけど、はい、そういった形でいろいろやってるんだっていうね人身売買行為だったりとかそういったことを平気でやってるんだみたいなですね話をですねまあしていてまあ何ですかねこう僕を訴えられるなら訴えてみろみたいなですねそういったまあ挑発的なこともしてたりとかしたわけですよ 他にもですね、あの、まあ、別のですね、俳優さんとかも、こう、なんて言うでしょう、こう、まあ、公開処刑じゃないですけど、まあ、その動画内部でですね、こう、いろいろ言ってはいたんですけれども、その、ま、3日後ぐらいにですね、まあ、あるこう高速道路っていうんですかね、まあ、そこから、ま、飛び降りて車に離れて、えー、謎の自殺としてですね、認定された死を遂げてしまうというような感じだったんですけれども、このアイザック・カッピーさんがですね、そのトム・ハンクスとかをですね、まあ、こう、煽るときに、まあ、僕を、その、やれるものはやってみろと、殺 そうういものは殺してみろとで、それがですね、僕が死んだらそのデッドマンスイッチを押されるんだというですね、話をしていて、そのデッドマンスイッチっていうのは、要はそのアイザック・カッピーさんのまあその死によって起動する、まあ、情報公開システムみたいなものがあるらしいんですよね。で、それがまあ起動するぞという話をしていたんですけれどもえ、実際ですね、そのエプスタイン島の内部で行われてたりとか、まあ実際その写真というか動画なんですけど、ね、今も見れなくなっちゃったんですけど、えその動画がですね、あの,その トマハンクス邸なのか、スースタイン島の話なのかちょっとわかんないんですけど、なんかこうだだっぴろいですね、宮殿みたいなこう形したところにですね、なんか中央になんか石で作られた、なんかあの大理石なんかで作られたようなですね、ベッドがこう置いてあるような感じで、そこをですね、まあ、本当に10歳ぐらいの女の子とかですね、まあ、それ以下の年齢の子とかも周りにね、こう歩いているような感じのですね、動画とかがこう流れていたりとか、リークされていたりとかして、まあ実際結構意味深なですね、動画が流れていたりとか、あとはですね、ちょっと国忘れちゃったんですけど、 る国で,です、ね、そのハリウッドで蔓延しているその特殊なドラッグですね、まあ、アドレノクロムという、ねあのまあ、コードネームなんだと思うんですけど、まあ、俗に白ウサギとも言われるものがありまして、まあ、それのです、ねまあ、リークというか、えー、そういった情報とかを、ねこうまあ、メディアがです、ね、発信したりとかしていたんですけれども、まあ、その中でもです、ね、スピードとか、ね、出てるようなサンドラ・ブロックっていう女優さんがです、ね、なんであなたはそんなに年齢がいっても若いんですかっていう質問とかに対してもあるその他の遠い国からの,その子供 から抽出したその特殊な。 なんていうんですかね、ヒアルロン酸じゃないですけど、そういったものをこう投与してるんだみたいなですね、話をしていたりとかするっていうところからですね、まあかなりですね、まあ結構やばい話なんですけど、まあそういったことがあるわけですよ。まあハリウッドとかね、そういった界隈ではね。で、今回ね、その、なんで僕今回この話しようと思ったのかっていうとですね、リンさんのそのツイート、まあ今これ僕が今撮ってるのはですね、13時ぐらいなんですけれども、1時ぐらい、1月の5日の13時ぐらいなんですけれども、約まあ5時間ぐらい前ですね、 インさんののツイートの中でですねそのあるこう写真がですね画像なんですけどねそれがくっつけられたツイートがねされてまして。 ま、それがですね、結構連続投稿で、このエプスタイン党に関するようなね、ことを結構言ってたりとかするんですよ。で、その中で、ロバーツはですね、まあ、辞任すべしっていうですね、まあ、すべきだというような、え、ツイートをした際にですね、その、まあ、多くの人がですね、以前このバズビデオを見たことがありますっていうツイートしてて、まあ、よかったら見てみてください。全然残ってるんで、あの、ツイッターのルール違反をですね、その、避けるために再投稿はしないんですが、まあ、力を持ったですね、まあ、人々に、ま、犯されてしまった小児性愛犯罪のそのビデオは、 その何千もあるとだからさっき僕が言ったですねアイザック・カッピーさんの「テッドマンスイッチ」の話だけではなくもう何千もあるというような話をしてるんですね。 で、その、ジョン・ロバーツ判事はですね、直ちにその辞任をしなきゃいけないと。で、今はまさにその嵐というかですね、そういった状態になるえ、もっと荒れるぞというようなことをですね、まあツイートしてるんですよ。で、そのツイートのですね、ところに、まあ、カッピーズラストみたいなですね、感じで書いてある、まあ柱がね、立ったようなツイートが見えるんですけども、写真がね、見えるんですけれども、まあそれがその動画の一部なんですよね。まあ消されちゃうかもしれないんで、ちょっと早めに見ていただきたいなっていう感じではあるんですが、はい、まあそんなですね、意味深ツイートをしてるんですね。 で、今ですね、この、このタイミングでですよ、そのエプスインの話だったりとかね、あの、そういったもの、アイザク・カッピーさんの話だったりとか、そういったものをしているっていうのはですね、まあ、かなり、エントテンがですね、繋がりまくってるっていうところで,ですね、まあ、1月6日も明日ですね、本当に明日、膨大なね、証拠をですね、タイガー大統領が出すというような話をしていて、まあ、皆さんもですね、すごく楽しみにしていると思うし、僕もすごく楽しみにしています。で、ただですね、その膨大な証拠を出すっていうね、話をしていたりとかするっていう中で、その内容がですね、この不正選挙に、 に関することだけなのかどうかっていう部分というか 実際今ですね、ワシントン DC にですね、まあ、こう集まれとワイルドな集会を開くぞじゃないですけどね、そういった形でタイガー大統領がツイッターとかでね、あの投げかけていたりとかすると思うんですけれども、数百万人ね、集まると言われてたりとかしますよね。だからそんな規模感になってくる時にですね、まあよく言う、こう世界緊急放送とか言われるものもあったりとかするんですけども、まあ世界じゃなかったとしてもですね、緊急放送状態になるかもしれないなっていうところで,ですね、まあその、今回の不正選挙の証拠だけではなくてですね、それで こに通じてくる、まあ、今までであったですね、こうペドフェリアだったりとか、あとはまあ、いろんなですね、こう、まあ、JB だったりとか、オービーマだったりとか、クリキントンだったりとか、ビッシュだったりとか、えー、いろんなですね、その歴代のですね、政治家とかもやらかしてきたようなですね、悪魔のようなですね、その諸行とかも全部含めて暴露されるような形になるのかなと思うんですよね。まあ、もっと言うとですね、もっと <laughs> でかい話というかですね、もう今の我々ではですね、びっくりしすぎちゃうようなですね、えー、情報とかもあ,あると言われてたりとかするんですよ、もう。 テクノロジー的な方面でもですね、もうはるかもう100年以上先のテクノロジーなんじゃないかと言われるようなぐらいの高度な技術とかもすでに確立されていて、それをですね、まあ、DS がこう握ってたりとかするというような感じで言われてたりとかしますが、まあ、その辺に関してはちょっと真相はわかんないんですけどね。 ただ、今までのですね、そのアイザック・カッピーさんとかですね、まあ他にもですね、まあリークしようとしてですね、いろいろね、消された、えー、俳優さんとかってやっぱいるんですよね。まあよく皆さんがですね、ご存知の MJ さんもその一人だったりとかするし、あとはまあ、えー、ジョン・レノンさんとかね、そういった人たちもそうだと言われてたりとかします。ただですね、今回このですね、リンさんがですね、このバンバンツイートしてるのにね、まあ消されてもいないし、何にも起こってないっていうね、状態っていうのがですね、今の DS の弱り具合をですね、かなり示しているのかなと僕自身は思います。 思っています普通だったら、まあ、こういった、まあ、てうんですかね、一つの侮辱じゃないですけど、侮辱罪にもなりそうな、えそういった話にもかかわらず、この人はですね、まあ、リンさんはずっとね、こう、なんですかね、まあ、立て続けで行ったりとかしてるっていうところからですね、も、ま、う、あ、本当にですね、まあ、勝利は近いかなと思っています。で、そして、まあ、DS のですね、まあ、弱り切っている状況っていうところでですね、こっから先は特に怖いものはないと思います。まあ、最後のあがきとして、いろんなメディアがですね、またタイガー大統領が、なんていうんですかね、こう、脅した、あと、あの何、なんだの っていうです、ね、まあバカみたいなフェイクニュースをですね打ちまくってたりとかするんですけれども、まあ、そんなことがですねもう通用しないというようなですね状態になってきてると思うんですねあとはそのアメリカ国民の方たちはですねもう明日で気づくことになると思うし、まあ、時間差でですね日本人の方とかもですね日本にいる方とかも、えー、その情報をですね得ることになると思うんですよ。 なんで、まあ、今回のこの僕の動画はですね、ちょっとこのですね、まあ、過去からの話じゃないですけど、このリンさんのツイートがですね、その示すその方向性というか、今それが表しているその裏側で、どんな状態になっているのかっていう部分をですね、ちょっとお話ししましたと。このリンさんがですね、言ってることは、ま、8割方ですね、全部真実かなと思っています。まあ、ちょっとペンヌさんに関してはちょっとわかんないんですけどね、明日でどうなるかっていうのはわかんないですけど、まあ、おそらく裏切りはしないと思っています。ただ、ま、以前ですね、まあ、その、ま、封筒 渡されたりとかしてるっていうところからですね結構まあ分かんないって言ってるような方とかも多いと思うし実際そこも分かんないと思うんですけどただですねどんな状態にあれとタイガー大統領の勝利はですねあの揺るがないものかなと感じておりますなんでですねまあちょっとね今回はこのリンさんのですね話に特化したような話になっちゃったんですけれどもまた次のですねことなども発信していきたいと思いますまあこのリンさんがですねタイガー大統領にその文章をですね押収しのクラーケンを解放しろという 話をしてるっていうところからですね。 まあもう大詰めかなと思いますね。完全に、まあ、イワシじゃないですけど、追い込ん、追い込んでね、もうあとはもうアビで救うだけみたいな状態だと思うので、まあそちらのですね、新たな情報などありましたら、ね、発信していきたいと思います。で、今ですね、この四つ目がですね、検閲がかなり厳しくなっているっていうところで、Twitter <laughs> と、あとは p a ラー、l a あとはセカンドチャンネルと、オフィシャルラインの URL をですね、あの概要欄の方に貼り付けておきますので、皆さんぜひぜひフォローと追加、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 いや、ほんとにですね、明日が楽しみですね。はい、本当にね、現地に来てーっていう感じなんですけれども、ちょっとですね、まあ、なるべく早く皆さんにもですね、情報をお届けできるように、僕の方もですね、ちょっと頑張っていきたいと思います。え、ぜひですね、まあ、見てる方いっぱいいると思うんですけど、まあ、他のですね、えー、及川さんだったりとか、闇の熊さんだったりとか、原のタイムズさん、必ずニュースさんだったりとかですね、あとはスズポンだったりとか、いろんな今ですね、この真実をですね、あの、頑張って伝えてくださってる僕も本当に日々ですね、めちゃめちゃ勉強になっております。そういった方とかのですね、こう 投稿えー、動画だったりとかをですね、ぜひ皆さん見てですね、あのみんなでそのリテラシーというかですね、今何が起こってるのかっていう部分をですね、全部こう吸収しきって周りの人にどんどん、ね、爆散させていけるようになっていければいいかなと考えております。で、まあ、そういったね、チャンネルとかもですね、周りの人にどん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 教えていってあげたらいいかなと思います。僕もですね、昨日帰った時にですね、チャンネル教えて、これ見ろと、<laughs> 毎日見ろというふうにですね、ちょっと言ってきたような感じだったので、皆さんもですね、ぜひぜひご家族など、ね、周りの人たちに 教えてあげてみてくださいという感じです。それではですね今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さんバイバイ。